イエルンもマドリーもボコった模様。ドイツ代表以外では名監督だぞ。フリック・バイエルンは歴代最強チームの一つや。バカみたいに名前だけで選手選んだ結果を。それは何ですか？浅野、早く怪我を治すんだ。もしかして、ドイツ代表がクマルザコナメクジだっただけでは？モノクル。ドイツ代表に浅野を。ハンジ・フリックなんですかそれ？矢印人であることすら認識してなかったのかう。森保フリック・アンチェロッティ、これがチネ森保がヨーロッパ人だったら世界一の監督になってた。12月5日、マジョルカの地で浅野がバルセロナを迎える。ドイツ代表でもワールドカップ前までは名将扱いされとったぜ。まあ、クラブでやるような戦術の詰め込みを代表でやった結果だわな。バルサの試合見てないからわからないが、フリックがバイエルンでやってたのはハイライン、ハイプレスでサイド経由の攻撃が多く、中央のレバンドフスキにボール入れる。でこぼれたりロスとしてもゲーゲンプレス発動で奪い返してショートカウンター。ハイラインの裏にカウンターが来た場合は前線の選手も DF ラインのカバーに戻ったりでなんとかしてた。コンバルサにレバがいるからってのも大きいのもしれない。ハフィーニャバケモニャは、ドイツ代表が黒歴史になっててなかったことにしてそう。超絶名将森保はじめ、リズムタイプの監督の戦術はバレると一気に弱くなる。